今年の花粉の飛散傾向は平年の飛散開始日と比べるとやや早い地点が多くなっています。もうすでに目かゆくなったり鼻もくしゃみが出るほど感じてはいますね。肌にくるから割と目のとことか来てますね。まだ1月ですけど、そう、目がかゆくなってきたなって最近思ってます。今日名古屋市内で聞くとすでに花粉症の症状を訴える人がいます。今月実施された調査でも関東地方や東海地方などではおよそ4割の人が花粉を感じると回答しています。三重県津市のクリニックの屋上に設置した計測器でおよそ40年にわたって花粉の数を記録している湯田敦史院長は、成人式のあたりに近いところで計測してて、ちょっと今年は珍しいですね。今月8日ごろから微量ながら花粉を観測するようになり、湯田院長はこのペースでいけば例年のおよそ5倍飛散した去年に続き、今年も大量飛散となる可能性が高いと指摘します。杉の花粉というのは多い少ないを各年ごとに繰り返しますので、本来であれば去年非常に多かったので今年少ないはずだったのが、私ども40年ほど見ていますが初めて2年連続多いという予想になってくることになります。原因として考えられるのは去年の記録的な猛暑です。夏の天候が非常に暑くて、しかも日照量が多いとよく飛ぶと言われていまして、去年の夏の気象は過去最高に良かったんですね。さらに寒さが増すこれからの時期、花粉症対策として普段の体調管理も大切です。インフルエンザとか風邪をひいた直後っていうのはアレルギーの症状も非常に悪くなるんですね。だから片方しかないんじゃなくて、実は両方悪くなっている人も非常に多くて、このところはそういう方が非常に多いです。湯田院長は例年2月以降は医療機関が混雑する時期に入るため、花粉症の症状がある人は早めの医療機関の受診とマスクや眼鏡などの基本的な対策を早めに始めるべきと呼びかけています。